ダニエル・ジロード・エリオットは、アメリカ合衆国の動物学者である。鳥類や動物に関する図版入りの豪華本を出版した、アメリカ町学会の会長を務めた、ニューヨークに生まれた、ニューヨークのアメリカ自然史博物館、アメリカ町学会の設立者の一人である。フランス動物学会の設立メンバーであり、シカゴのフィールド自然史博物館の動物学の学芸員を務めた、 1869年から1879年の間、ロンドンに滞在し、イギリスの鳥類学者、博物学者と強い協力関係を築いた。自らの資産で、鳥類や動物の釣りの豪華本を出版した。解説はエリオットが書き、図版は、イギリスの学者、ジョン・グールドの博物書に図版を描いた。 ドイツ出身のヨーゼフ・ボルフやオランダ出身のジョセフ・スミットらの博物画家が描いた。著書には、A モノグラフ・オブ・ザ・フェシアナジ、A モノグラフ・オブ・ザ・パラジセイダイ・オア・バーズ・オブ・パラダイス、A モノグラフ・オブ・ザ・フェリダイ・オア・ファミリー・オブ・キャッツ、レビュー・オブ・ザ・プライメイツなどがある。八百九十年に、アメリカ長学会の会長になった。八百九十九年に、鉄道王。 エドワード・ヘンリー・ハリマンの資金で行われたアラスカ探検に参加した一人である。没後の1917年に相続人のマーガレット・ヘンダーソン・エリオットによりダニエル・ジロード・エリオット基金が設けられ全米科学アカデミーに動物学、古生物学に貢献した著作の著者に贈られるダニエル・ジロード・エリオットメダルが創設された。ありがとうございます。